こんにちは、速稼塾の久保です。SEO 対策で本当に微弱なんですけども、やった方がいいよっていうの中に、ご自身の作った動画に参考動画があったら、それをですね、動画の説明欄に URL を貼っておくといいと思います。そうするとですね、1個2個そんなの作ったぐらいじゃ影響はないんですけども、常にそういうことをやってると、実はですね、動画概要欄にあるアクセスを集めやすい動画から、今度はね、関連動画で自分の動画が関連付けられることが結構増えてくるんですよ。それはアナリティクスで確認できます。何もしないよりはやった方がいいです。そして常にですね、この動画を参考に今回は喋ってますっていう風にすることによって、向こうの動画からこっちから来ることも期待できるんですけど、まずはですね、ご自身の動画を見た後にそっちの動画に行っていただけるってことで、まあ、なんていうの、関連付けることができるんですよね。これはね、非リンクっていうブログではいいんですけども、そういうのをやっぱり、利用していくのがよろしいかと思いますね。そしてですね、例えばDAIGO さんの、メンタリスト DAIGO さんの動画を見た後に、その動画に対してのレビューとかっていうので動画を作ると、これはですね、 DAIGO さんの動画を見た人の関連動画に出てきやすいんです。ちょびっとですよ、ちょびっとです。だって他の方もやってますから、こういうことまあでもね、やらなければもうね、関連付けられる可能性がゼロなんですよ。だからやっぱりやった方がいいです。で、ついでに言いますけども、動画概要欄に YouTube 以外の URL を貼ると、これはですね、実はね、NG になってくる可能性が高いんですよ。 NG ってのは動画が潰されるとかじゃないです。表示されないことが多いんですよ。というのが、 YouTube からするとリンク先が常に YouTube であることが大事なんですよ。そうすると YouTube の滞在時間長くなるでしょ。で、いろんな広告が見れるじゃないですか。でも YouTube から離脱してどっかのブログとか Twitter とか行っちゃうっていうのは、 YouTube からしたらお客さんを逃す、要するに自分のフィールドから他のフィールドに行っちゃう、もう逃しちゃうわけなんですよね。だから、そういう動画を作ってる方っていうのは、あんまり上位表示させないようになってくるんですよ。ひどい時にはどんな関連にも乗らないってことになってますので、よく覚えておいた方がいいと思います。私もたまにね、 Yahoo の記事から動画を作って、その Yahoo の記事の URL 載せちゃったりするんですけども、これはね、あんまりYouTube からしたら美味しくないんで、できれば Yahoo の記事を、例えばね、動画化するじゃないですか。そしたら同じように Yahoo の記事を動画化してる人の URL 載せるっていう方法なら、まあなんとかいけるかなと思ってますよね。ちょっと参考にしてみてください。